じゃあ今日はね、これ、Donald Trump still hopes lawsuits will make up for his lack of votes。だからトランプは訴訟によって票をなんとかできると思っているって訳したけど、まあそんな感じですね。それから President strategy of litigating his way to a second term is full of bluster and futility。futility というのは無駄な行為ね、futility。full of bluster、is full of bluster というのは怒鳴り散らしているって。で、彼のだから第二期の訴訟で争う、セコンドタームとかで、これ彼の第二期ってこれ、なんていう訳したらいいの、第二期を訴訟で争う、まあいいやね。彼の第二期を訴訟で争う、彼のやり方は彼いまりで、無駄な行為だ。リチゲイティング、法廷で争う。というふうなことをエコノミストは言ってるんですよ。で、中見ていきますね。To push a promising post-election lawsuit。 選挙後の訴訟ですね。 Promising、 期待の持てるをプッシュするために、 Presidential candidate、 これトランプのことですね。 Needs a state、 州が、一つの州が必要だ。 Where he has hope of closing a small margin to vault over the 2270 electoral vote threshold。スレッショールドっていうのはよく出てきますね。270の、選挙人の投票の敷居っていうの、敷地とか、これ、っていうんですよね。教会とか。だから270が過半数なんですね。以上をボールド、飛び越すために、スモールマージン、ちょっとのなんていうのか、スモールマージンとちょっとだけ出ているをクロージングする、彼は希望を持っている一つのステートが必要だと。どことは言ってないけど、これ実際には彼が提訴したのは6つか7つくらいあるんですよね。 He also needs an argument。 これはね、彼はまたですね、こう議論するための論拠が必要だと。で、プレゼンダーダナ・トランプ・ラックス・ボス。彼はね、この二つとも欠けている。だから、どっか州を取らないといけないと。一個州を取らないといけない。それと、そのための論拠が必要だと。両方とも根拠がないよと。欠けて、取れないし、またその根拠がないよと。いうことをエコノミストの記者は言ってるんですね。Instead、 その代わり、 As Joe Biden claimed victory on the fifth day of the count。 だから the count、 the fifth day だから、3日がカウントだから、3 fifth day、 4 5 6 7 8、 8日ですね、これね、 the fifth day に。でもこれ記事の何らかの記事ですよね。うん、でも the fifth day of the count、 the countカウントの7日ですよね、多分。違うのかな。違うよ。カウントは3日だから、ザ・カウント3日だから、4、5、6、7、8。あ、8日だ。4、5、6、7、8。でもこの記事は11月7日の記事ですよね。あ、本当だ。そうだね。だから、オンダカウントっていうのは、4、5、6じゃね、3、4、5、6、7って意味なんじゃないですか。ああ、そうだな。3、4、5、6、7だな。ジョー・バイデンは勝利を主張したので、The legal strategy underlying Mr. Trump's last ditch effort。これ、last ditch effort っていうのはね、last ditch、最後のですね、努力、ギリギリの努力。絶対絶命努力。僕はいや、絶対絶命努力って訳したんですけどね。Effort to hold on to White House。White House に向けて、hold on。捕まるってことですよね。White House に向けてしがみつくって言ったらいいのかな。しがみつく、ね、最後の。しがみつくまでは、まだ、表現になってないですけども。掴むってこと、ね。まあ、維持するってことですよね。うん、
is grounded on in sheer volume。 あのこれ grounded っていうのはあの努力あザザザザザザザ the legal strategy is grounded in sheer volume。 この in sheer volume っていうのはあの膨大な量って意味なんだけど、あの戦略が全然ダメだったっていう意味だよね。グラウンデッド・イン・シア・ボリュームだと思うんですよ。グラウンデッド、グラウンデッド沈没するって意味なんだよな。着地するだけど。で次だね、コロンついて、あのコロンだっけ、コロンなんていうの、このコロンついて次に言ってるの何言ってるかと、Nearly a dozen ill-conceived lawsuits、10いくつかの ill-conceived とか全然あのよく練れていないという意味、ill-conceived lawsuits in battleground states、 あの戦っている州、ね、that by him almost no chance of overcoming Joe Biden's widening lead、 Joe Biden の広げているリードを overcome するほとんどチャンスない、 by him 彼を買わない、チャンスは全然買わない、要するにチャンスがない、だバトルステートでチャンスがない。だからこのインシアボリュームっていうのは多分大きな差で、まあ、ダメになったと。グランデッド地上に着くって意味だけど、結局沈没するっていうか、なんて言ったかな、大きな差でダメになったと、そういうことですね。それであのその次の説明で Doesn't ill-conceived lawsuits、 まあ10いくつかの準備の悪い、あのよく練れていない訴訟ですね、in battleground states、 あの戦っているいくつかの州において、でその州はですね、あのほとんどあのジョー・バイデンの広がったリードをあの打ち勝つ、オーバーカム打ち勝つようなあの機会がない、彼を買わなかった、だから機会がなんかないと、彼が勝つチャンスがないと、そういう意味ですね。で今回の英語ね、僕ね、ちょっとね、この人すごくね、あの、なんていうのかな、どういう喋り方なのか俺分かんないんだけど、難しかったですよ。